サーハーブラッドはアメリカフロリダ州ウェストパームビーチ出身のインディーロックバンド2009年に結成された4人組ライブで演奏するボーカルギターのジョンポールピッツフロリダのオーランドで音楽活動をしていたジョンポールピッツとタイラー・シュワルツがマイアミで行われたウルトラミュージックフェスティバルのアフターパーティーでトーマス・フェキットと出会いバンドが結成される結成時のバンド名は ジャブローニーサンドウィッチだった。2009年、デビューシングル、スイムがピッチフォークの目に留まり年間ベストソング37位に選ばれる。2010年1月、ファーストアルバム、アストロコーストをグリズリーベアやチェアリフトなどを配出したインディーレイベル K9 レコーズよりリリース。同アルバムは、ビルボード200チャートで124位を記録し、 また NME が年間ベストアルバム49位に選ぶなど成功を収め世界各地のフェスティバルに出演した。同年9月にはバンドがワーナーブラザースレコードと契約したことが明らかにされた。2011年10月 EP タロットクラシックスを K9 よりリリース。2013年6月11日ギルノードンをプロデューサーに迎えて制作されたセカンドアルバム。 パイターンズをワーナーブラザースよりリリース。リリース後、ワーナーブラザースとの契約が終了した。2015年3作目のアルバムセンパームスをジョイフルノイズよりリリース。2017年4作目のアルバムスノドニアをジョイフルノイズよりリリース。スタジオアルバム EP、ありがとうございます。